こんにちは。今日は10月14日の3時2分に収録しています。今日はですね、SOXL の週足チャートをご覧いただきたいと思います。これは今日時点のチャートじゃなくてですね、木曜日ですね、おととい、おとといの週足の一番 SOXL が、まあ、株高、はい、クライマックスだった時の週足の様子を Photoshop でね、ね今これ再現しています、はいでまあ、あのご存知の通りですね、昨夜大きく売られましたよね、SOXL が。で、えっとね、ちょうど2週間前の9月30日にですね、私ね、このような動画をアップしました。タイトルが、買いあおりに注意してくださいと、はいで。視聴回数が2948回。で、高評価数がですね、158のいいね。 が得られています。はい。で、まあ、私の、この時のね、まあ、あまあ、私が言った継承ですね。はい。が、ちょうどですね、チャートで言うところの、この付近ですかね。これ、私のポイ,ポイントは見えますかね。ここですね。このあたりで、買い煽りに注意してくださいと。はい。で、その後ですね、結局、まあ、トントントンって、まあ、このように、一昨日まではね、このような強い陽線で、 ほら、そこを打ったでしょって、いわゆるその、もうそこを打った、株価はそこを打ったから買いなんだって、はい、いうことで、まあ、この2週間、13日の間ですね、私これ、アップしたの13日前なんで、多くの買い注文が入って、多くのね、まあ、日本の投資家さんの中でも、SOXL 底打ちで買いなんだと、はい、いう期待を込めて、買われた方、多くいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。で えー、まあ、それがね、おとといの話です。はい。で、昨夜ね、まあ、SOXL 大きく売られましたよね。どうなったか。はい。この before がですね、はい。見ててくださいね。after が、こちら。はい。before, after, before, after. はい。ちょっと拡大していきますね。こういうのをね、ちゃんとね、やっぱりイメージしなくちゃいけないと。はい。before, ほら、底落ちしたでしょって。買いなんだよって。SOXL ほら、買いで正解だったでしょっていうところから、アフター、はい。ビフォアアフターはい。目に焼き付けておいてください。ね。ビフォアアフターはい。全部髭になってしまいました。で、私が13日前に、買いあおり、底落ちってみんな言ってるけど、注意してくださいねって。 そこ打ちって誰,誰が言ってるんですかって。いや、僕ね、海外の、えー、ツイートだったりとか、いろんな人がですね、そこを打ったから、もう買いなんだよと。まあ、別にこれは SOXL に限った話じゃなくてね、米株、はい、算指数であったりとか。はい。で、まあ、イケイケでこっからそこ打ち上昇するかなって。はい。ほら、ね、強気勢の勝利でしょっていうところから、結局、 まあ、ろうそく足っていうのはねこんな感じで儚かなくヒゲになってしまうわけですねはいでまあこれで済んだらいいんですよねこれで済んだら私はね、まあ、13日前の価格と現在価格って同じようなところなんで、はい、これで済めばいいんですよだけどこの上ヒゲからどうなっていくのかでそしてね対局のこういうまあ下落の波ですねこれがどのようなリズムでこの後ジグザグと 推移していくのかっていうことイメージできますかってこれはまあチャートの右側の話なんですけど例えばこんな感じになったらどうしますこの対局のこういうまあ週足レベルのこれ今下落トレンドなんですけどはいこの流れに沿ってこういうふうにはい,いく可能性もなくはないですよねはいいいですかもう一回もともとおとといまではこういうチャートでしたああもうそこ打ったねって線引いてみる けどねこの線、加工トレンドライン、上抜け、はい、いよいよ底打ちで、この時にね、13日前に、よっちゃんという人が、底打ちとかね、いわゆるその、まあ、テクニカルとか分かってない人の買いあおりに注意してくださいと。はい。対局のトレンドだったりとか、テクニカルを把握してますかと。うん、この後ね、どんどん株価が上昇していくっていう風にね、あのー、まあ、安易に捉えて、で、買いを入れると。 大量の貝を入れるということをやるとこういう3倍レバレッジものっていうのはやけどしてしまう可能性が高いと。なので周足のこういうまあ,まあ対局の流れであったりとか底打ちって判定するためにはうんまあ細かい話すると例えば周足レベルでいうとこここれ戻り高値ですねここ一旦上抜いてから押しを作って上昇するとそういうのをこう確認してからだったらいいんだけど全然ね底抜けんなわけですよ。 なので、こういう大きな流れに結局逆らうことができず、昨夜この強い陽線がこんな感じでヒゲになり、ひょっとしたら来週ね、こういう風うになるかもしれないということですね。この来週はまあこれ適当に陰線にしたんですけど、この上髭のこういうピンバーからですね、はい、まあここの、まあ今週のね、この安ね、 これ終わってた時にどういう展開になるのかっていうこういうイメージができますかっていう話なんですよね。でこのイメージができずにこういうねいかにもねまあ要線がグッて伸びてる時に上がっている時に普通のまあ何ですかねまあ特にそのチャート分析とかテクニカルとかやらない人っていうのはあ,あもうこれ底打ちでしょうって、は。い もう何をどう見てもね、こうやって上がってるんだし、底打ちでしょうっていうふうに、安易に思ってしまうんですよ。どんだけ私が言ってもね、どんだけ私が言っても、なかなかね、聞いてくれない方多いですね。はい。だけど、私、2週間前に、い話わりに注意してくださいっていう継承の動画をアップして、で、158のいいねいただきました。3000回弱見られて。はい。で、この158人の方はですね、おそらく、 はい。私のこういう継承メッセージっていうのが届いて、おそらく安易にこういう上がっている時に買いを入れなかったんじゃないかなっていうふうに思います。で、そういった方々本当にね、あのー、私動画アップしてよかったなと。はい。現状、こんな感じになりましたと。で、弾いてみるとね、対局今どういう流れですかってね、皆さんわかるよね。はい。どんな感じで今推移してるんですかって。対局の流れの中での 一過性の上昇、はい、一見ものすごく上がって底打ちしたかのように見えるけど結局答え合わせすると金曜日どうでしたかって来週以降どうなりそうですかっていうイメージができますかっていう話、はい、このあたりがですねまあテクニカル分析、はい、過去のこういう傾向をもとにですね まあどうなっていく可能性がまだまだ濃厚だから、え底落ちって安易に言えないし、え底落ちっていうね、安易な判断をテクニカル独に分かってない人が、そこちしましたから買いですよっていう風に、それを SNS とかネットでルフする、ね。でそれによって、ああ確かにね、上がってるし、初心者の方ね。うん 初心者の方が、あ、確かに上がってるし、そこを打ったんだなって、この人底そこ打ちって言ってるし、じゃあここで買いを入れようって買った瞬間、はい、こんな感じで一気にやられてしまう。で、来週こうなってしまったらどうしますかっていう話なんですよ。ですのでね、私は、まあそのような動画を、まあおせっかいかもしれないけど、2週間前にさせていただきました。はい。そこ打ちって判定するにはね、やっぱり、えー、まあこれがですね、例えば、 このあたり、このあたりでね、はい、言うんだったら、まあちょっといや、それはね、全然まだ下落もしてないの何言ってんのって話かもしれませんけど。だけど、このようなジグザグをね、週足レベルで刻んでしまってる以上、はい、安易にね、速打ち判定っていうのはできないんだよって。これはね、ナスダックでも一緒ですし、今絶好調の NVIDIA あれも同じですよ。はい、ですので、買いですなんてね、安易に言えないということ。で、このね、 私の2週間前にアップしたテクニカルを元にね、速打ち判定できないよって、買い煽り注意してくださいねって、安易な買いは危険ですよって、はい、言ったメッセージ、はい、しっかりね、まあ私のチャンネルをご覧いただいた方に届いて、いや、本当に良かったなって、うん、いうふうに思います。はい、こういうね、ロうソク足の寝動きってよくあるじゃないですか。はい、このあたり、まあ私はもうバンバンイメージできるんですね。はい。 バンマイメージできる。はい。で、こうやって上がっていても、うん、あ、そこを売って、いや、これもどんどん上がっていくわって、うん、いうふうに全然ならないし、買うの逆に怖いって思うし、その後の展開っていうのがすごくやっぱり見えるから。はい。未来のことは予測できないですけど、過去のこういう動きをもとに、どうなる角度が高いかなっていうところは、やっぱりわかるわけですよね。はい。ですので、まあ、ある程度ね、 こういった戻り高値を上抜いてからの波動を見て入っていくとかだったら全然安心っていうふうに言える。まあ、底打ちっていうふうにはまあ完全にはね、やっぱりこの最高値を上抜かないことに言えないものの、まあ、だけど、週足のトレンドが上向きになったなっていう環境認識ができますんで。で、そこで買いの検定をすることは、これ全然、はい、ありかと思います。はい。だからね、やっぱりね、チャートの勉強しましょうっていうことはそういうことなんですよね。そのあたり、私のね、メッセージ。はい。 まあちょっとしつこいかもしれないけど、買い終りに注意してくださいねっていうところですね。チャートよくわかってない人が、まあ結構ね、気ままに、はい、そういう底打ち発信、うん、買いですみたいな発信をされるということで、特にね、こういう3倍レバレッジの効いた ETF 商品っていうのは昨年の前例がありますんで、はい、下手すると、こういうものがこうなって、こうなっていくっていうね、 はい。チャートをご存知の方はね、このイメージは分かりますよね。私が言っている売りのプライスアクションみたいな。はい。だけど分かんない人はね、やっぱね、上がっていくものについていっちゃうんだよね。はい。なので、うん。まあ本当、ちょっとそこは心配だなっていうことで。はい。やばい。やばい週足の形かと思います。はい。ですので、まあ来週の展開、まあそうですね。まあ絶対っていうふうには言えませんけど、仮にここね、えー ま、今週のこの安値を割ってたときに、どういう展開が待っているのかっていうところ。はい。っていうのは、全然警戒が。はい。はい。なおさら、ま、こっからのさらなる下落っていうのはね。はい。注意が必要で。で、この下がったときに、ま、買いのチャンスだって安易に言っていいのかどうかっていうところ。え、再度ですね。皆さん、あの、ご注意ください。はい。いや、本当ね、あの、ローソク足っていうのはね、 なんだろう。うん、ものすごくこう、これエネルギーを感じますよね。上昇のエネルギー感じるところから、はい、一夜にしてこうなっちゃうからね。はい、本当にね、怖いな、というところで。うん、まあ日頃私が、まあこうやって分析をね、徹底的にやったりとか。うん、で、まあそれこそ、先週一週間ね、はい、まあこの一週間ね、この一週間の上昇をシナリオ立てて、 で実際に、まあ、上昇をロングで取ってでその後の下落っていうのをねショートで取ってって、まあ、上も下も取るみたいな展開、はい、ビタッとね、まあ、今回あの分析が決まりましたしもうかなりねシナリオ通りに動いたかなっていうふうに思っていましてかなり利益に乗ってるんですね上げ下げで利益乗せてます、はい、ですのでまあそのチャート分析信じないっていう毛、ね、嫌いされる方批判的な方多いと思うんですけど まあ僕的にはねまあファンダを信じろとかテクニカルを信じろとかまあ別にそういうことは強要しないですけどだけど結局ねあのこういうトレードなんてね結果がすべてだと思ってるんで結果がすべてはいだと思っているんでこのそうですねこれいつですか7月の後半の SOXL が28ドル近辺だった時に買われた方っていうのは現に結果どうですかって。 ここで2800万で買った人は、今現状ね、1800万とかで1000万円溶かしてるってことになるじゃないですか。はい。結果が全てだと思うんですよ。うん。なので、まあ、このね、天井付近でトリプルダイバージェンスが出てるから、ここ天井臭いよっていうところから始まってね、はい。そこの察知ができるかできないかで1000万変わってくるわけですね。まあ、ここで2800万買いを入れた人については1000万溶かしてるわけだから。はい。なので、 まあ、あまりね、無限に、そのテク,ニテクニカルを、えー、非難、否定するっていう風じゃなくてですね、はい。今、こうやって答え合わせができる以上、でそして、えー、即打ちしたって、うん、いやいや、即打ちじゃないよって警鐘を鳴らして、答え合わせしてね、はい、今、こういう現状である以上、でそしてね、えー、そんな警鐘を鳴らした私がね、来週もしね、うん、今週の休年終わってったら、まあ、このような展開もなくはないと、はい、えー、いうことを言う以上ですね、 まあ、さすがに、まあ、軽視せずに、はい、こういうメッセージ。なぜ、よっちゃんとしてはこういうことを言うのかなって。なぜ、テクニカルをね、まあ、分析して、シナリオを一生懸命、こう、必死こいて立てて、で、そのようなメッセージを出しているのかということを、今一度、はい、う、ん まあ、あの振り返ってみてあの、見ていただければいいかなというふうに思います。はい、そんなわけでですね、まあ、今日は SOXL のね、まあ、週足けがビフォーアフターで、来週以降、ひょっとしたらどうなるか分かんないよというね、はい で、まあ、買いあおり注意してくださいってことも2週間も前から言ってるということで、まあ、その答え合わせをさせていただきました。えー、こういった動画が良ければですね、チャンネル登録と、あと、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、まだね、あの、ちょっと疲れているんで、今日もね、子供の運動会とか見に行ったりとかして、ちょっと疲れているんで、相場の分析できてないんですよ。はい。 ですので、まあ、この土日でね、また、あの、しっかり時間かけて、えー、分析したいと思っています。まあ、ナスダック中心にですね、えー、その分析の動画とかまた出していきますんで、シナリオの動画出していきますので、えー、気になる方はですね、あの、期待される方はね、ぜひチャンネル登録と、あと高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。えー、本日は以上です。ありがとうございました。